はい、旅したクラブ4シーズン4第5話ということで、道頓堀は、ベクテルメール惨敗小杉札幌国に向けて調整中、ホワイトデュエルは放牧中、カプチーノはね、なんと宝塚5着っていうね、終敗しちゃったので、で、怖がりだったというのも発覚して、シャドウロールつけて、今頑張っております。まあね、復活はね、また放牧から戻り次第という感じです。で、クロノスグラスは一応、万世型というのを信じてまだ走らせております。次は札幌記念です。で、オビチュアリーはまだ放牧中。とりあえずはようやく3勝へ。で、アトピックフリアはこれからです。で、キサさんタクトも怖がりだったのでシャドウロールをつけてます。はい、以上。はい、アトピックフリアが、2勝クラスでやってきましたと。まあ、さすがに、勝てるでしょう。中京競馬8レース3歳以上2勝クラスダート 1800m コンディションは良スタートしました。少しバラついたスタートになりました。キクノロージス突っ込んでくる。キクノロージスわずかに先頭か。ここからが勝負どころ。キクノロージス先頭。アトミックフレア突っ込んでくる。残り200を切りました。アトミックフレア差を広げたか。あれコパオジャッキーあれおび、まさか、おび。あー。やっぱりお前は虚弱体質だった。虚弱体質&極部不安だった。さて、デッドリーアイズが3勝クラスです。やっぱ人気はあるんだよな。札幌競馬11レース3歳以上3勝クラス芝 1800m コンディションはやや重。スタートしました。ボーダッシュは6番ゴールドギア。まずは先行争い5番ジャコマル、2番手キングポルテ。ジャコマル、ジャコマル先頭だ。キングポルテ外から差を詰める。キングポルテ勢いよく追い上げる。 200m を通過した。あの場にしない。伸びないな。どうした？何があった？カラノスグラスやっぱりお前は弱かった。足が弱かった。はい、ダズリングリングとエンパイアジェットと北サンカナリアの子が、入球可能という。北サンカナリアの子いいパターンしてるね。いいパターンしてるね。で、ダズリングリングがスピードも若干あるのか。距離適性なさそう。エンパイアジェットどの子も、まあなかなか。ちょっと、やばい系でいきますか。メモ的には、根性タフ。ああ。
ど、ボバか。どうしよっかな、名前。こんな感じでドラゴンミン、ちょっとドラゴン入れてみました。まあ、かっこよくで、タフなんでここ入れます。めちゃくちゃダートじゃねえか。さて次、メモ特になし。ヘリオス、じゃあ順当にヘリオスで。まあこいつは芝向けだね。さーて問題はこいつよ。馬体めっちゃいいからね。巨弱体質の男性型。で、牝馬か。上に行くか。まあ牝馬だけど、バトルグローリー、バトルグローリー、バトルグローリー、ちょっとかっこよめでバトルグローリーっていう。強弱体質だったらば、ここでしょう。はい、カプチーノがね、札幌記念に間に合いましたということで、早速出していきたいと思います。
さて、カプチーラとトゥートンブリが、ここにやってきました。ウェールキャプチャー。また嫌なのいるねー。 43.8 入れ込んでます。で、カプチーラ 11.6。統計ヘイロー、サウンズオブアース。まあ、盤面が悪いね。札幌競馬10レース G2 札幌記念芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。好ダッシュは鈴鹿デビアス、アビゼロ。まずは先行争い、大外から押して16番マルターズアポジー、2番手10番統計ヘイロー、2番スティッペリュー、4位をキープ、6番ブートンボリー、その外9番ネオリアリズム。各馬1コーナーに入っていきます。続きまして13番アビゼロ、外から12番パッチーノ、4番マンハッタンスカイ、1馬身が相手1番マイネルスターリー、14番ヤマニンキングリー、内から7番鈴鹿デリアス。続きまして15番アングライペン、1番人気3番ホエールキャプチャー、この位置これから向こう上面に入ります。外を抑えて11番サウンズオブアース、これを見るように外側8番海のイマージ。前半の 1000m は1分1秒2、最後方は5番当選キャプテン、3コーナーに差し掛かろうとしています。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭は依然マルターズアポジー、後ろに10番統計ヘイロー、2番スティッペリー、方位をキープ、1馬身が相手9番ネオリアリズム。続きまして12番パッチーノ、内から4番マンハッタンスカイ、400を切って先頭マルターズアポジー、そして統計ヘイロー。どうだ、統計ヘイロー、勢いよく追い上げる。残り200を切ったら統計ヘイロー頑張っている。ダメだ、伸びない。統計ヘイロー堂々と通り勝ったのは統計ヘイロー。誕生は柴田義人一種、2着ホエールキャプチャー、3着は接戦となりました。とりあえずが 1000m に挑むんですけど、いけるか。短距離は最もスピードが求められるからな。新潟競馬9レース、3歳以上3勝クラス、芝 1000m、 コンディションは良。スタートしました。11頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、4番アリーナ、追いすがるデッドイーアイズ、追いすがるな、激しく競り合っている。迫るデッドイーアイズ、2頭が激しく競り合っている。残り200を切りました。追い上げるデッドイーアイズ、アリーナこのまま押し切れるか。アリーナ突き放し、ダメだ。追い上げるアリーナ、逃げ切ってゴール。勝ったのは4番アリーナ、2着以下はどうするか。サタナのインパクトのね、子が入球しましたということで、脚部不安、脚部不安と、ね、不安性型ということで、また後半になって、上がってくるかなって感じなんですけど、話題でかくなった割には、距離適性あんまり、ないなって。スピードもないし。サタナダークにしました。まあここだな。さあ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 、アトミックフレア、北三タクトが一勝クラスで、ドラゴンリングがね、新馬戦でございますよと。おお、人気あるじゃん。
まあ当然、ね、この馬ね、ゲートめちゃくちゃ上手いんで逃げていきます。まだ太いの？まだ太かった。だから総合力ない。阪神競馬2レース、2歳新馬、芝 1600m、 コンディションは不良。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。5番ダンスキャッスル、すっと前につけます。12番パビーン、譲りません。その後は14番ドラゴンビング、後ろに16番アスタードラゴン。これを見るように内側8番クリノアスポット、内押さえて1番レザネポール、その外9番薄紅の君、外押さえて13番ポープフルスター、11番前前つけてました。上がってきた。600メートルの通過タイムは36秒7。内押さえて6番名勝シャチ、内側3番ミトノアミー、それから15番ルートディレクトル、内から4番ジャッキー、7番ナイトオブキース、外から差を詰める。そのうち2番キラープレゼンス、最後方は10番グレイシア。4コーナーカーブから直線に向きます。直線向いて先頭はドラゴンビング、ドラゴンビングわずかにリード。残り400を切ってドラゴンビング、その後からハビーム、向こうが激しく競り合っている。伸びている。ハビームわずかに先頭はドラゴンビング、坂を登ってダンスケース先方を狙ってみる。ダンスケース迫ってくる。ダンスケース伸びなくなってきた。まあ太かったからか。なるほどね。重馬が苦手。北三タクトはシャドウロールを付けての参戦です。8レース、3歳以上2勝クラス、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。9頭、綺麗なスタートです。まず何がいきますか。マーベラスクイーン、かわして先頭。マーベラスクイーン、先頭。追いすがるマーベラスクイーン。わずかに先頭はセリウンリリシー。北三角と、まだかセリウンリリシー。展開が悪い、展開が悪い。展開が悪すぎる。高いね。阪神競馬8レース、3歳以上2勝クラス、ダート 2000m、 コンディションは不良。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。4番ザ・クイーン、すっと前につけます。ここからが勝負のこと。生まれてません。ザ・クイーン先頭だ。2番手名勝だけ、2頭が激しく競り合っている。ここからが坂を駆け上がる。名勝だけもらいにかかる。箱にキックネで迫る。伸びる伸びる伸びる。箱にキックネで王国の踏み切りにかかる。 OK。 箱にキックネで1着でゴール。1着箱にキックネで
コミックで実力の違いを見せつけました。2着名勝だけ、3着は混戦の模様です。よし、さて今回の動画はちょっと早めにここで終わりましょうかね。ヘリオスとバトルグローリーのチェンバーセンテッドライズの3勝クラス、人気ない。もしかしてまた弱い世代来た？男性型すぎるとか。お前、希少なんか。2レース、2歳新馬、芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。バトルグローリー少し出遅れたか。少しどころじゃない。11番サグレーテ先頭に立ちます。16番北里太郎先頭に入れ替わります。7番ロイヤルバゴンズ包囲を切り、13番バトルグローリー続きまして、17番ロンリーベイ、これを見るように内側1番ペプチドウォーキー、内から9番ダノンダスター、そのうち12番ペリオス、1番人気10番ソフトリビキ、この位置これを見るように内側8番テイエムファイター、内から6番インコイエレジ、4番クリオサンスーシ、少し差が開いて3番イノセントミューズ、その外14番スパイクナー、続きまして15番ダッツカホー、これを見るように内側2番ビッグブルー、1000m の通過タイムは1分1秒0、最高峰は5番ディープウォーリア、17頭各馬8段となっています。4コーナーカーブから直線で向きます。発生が大きくなって直線の攻防、さあどうだ、残り4着を切って北里太郎、その後から進めて先頭はどうだ、2番手バトルグローリー北里太郎、北里太郎、まさかいやー誰も、いやー伸びないね、2頭とも。さて、気持ちよくデッドレアイズが勝ってくれて終わるでしょう。中山競馬9レース3歳以上3勝クラス、芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。少し差がつきました。まずは先頭争い、早くも先頭、ここで先頭に変わった。まず先頭はアーバンキー、追いすがるデッドリーアイズ、アーバンキー先頭、迫るデッドリーアイズ、ここから差が駆け上がる、アーバンキー先頭を並べてあげる、よし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 、デッドリーアイズ押し切ってゴール、デッドリーアイズ人気に応えました。1着アーバンキー、3着は混戦の模様です。